こ入れんです。大賞をいただくことができました。この日立の国よさこい祭りで水戸藩が最後に大賞をいただいたのは2008年です。そこから8年、一生懸命練習してまいりました。どうした？メンバー同士ぶつかり合い、励まし合い、いろんな壁を乗り越えてきました。いつも水戸藩を応援してくださる皆様、支えてくれる家族、この日立の国よさこい祭りを運営してくださる実行委員会、スタッフ、ボランティアの皆様、すべての方に心から感謝しております。そして6月に北海道は札幌市で開催されます札幌よさこいソーラン祭りに水戸藩も出場してまいります。頑張れ。この演舞よりもっともっといい演舞ができるようにまた練習してまいります。どうした？最後に水戸藩のいつもの気合い入れを入れたいと思います。ラスト！安政7年桜田門外にて本会
ありがとうございました。水戸藩よさこい連の皆さんの素晴らしい演舞にもう一度大きな拍手をお送りください。